まあまだなんかしっかりした練習じゃないんで、まあ、チームのコンセプトっていうのを、まあ、しっかり学んだなって感じです。まあだいぶやってる中で、指示もしてくれて分かったんで、まあ、それが、練習通して3日間ですけど、それをうまくできたらいいなと思います。最初は戸惑ってましたけど、はい、まあ、徐々にいけたらいいなと思います。まあ、泥臭いプレーが、まあ、自分の持ち味でもあるんで、まあ、そういうところをしっかり出して、最終日の練習試合でしっかりいいアピールできたらいいなと思います。まあ、僕はまあ下手くそなんで、本当に積極的に、まあ、練習に取り組むことと、まあ、上手い選手がいっぱいいるんで、そういう選手のプレーを、まあ勉強できるように、まあ、そういうことをすることと、まあ、そういうことしか意識してないんで、まあ、とりあえず頑張りたいなと思います。まあ、僕はまあそういうところを見るんじゃなくて、本当に今目の前にあるものを一生懸命するだけです。まあ、自分の夢でもありますけど、まあ、そんなにそういうところを見るんじゃなくて、本当に一日一日大事にしてきたなと思います。